RPG2 ク、cool、ール v x は2007年12月27日に株式会社エンターブレインから発売された RPG 制作ソフト。VX は Vista XP の略であると考えられるが真相は公開されていない。2011年12月15日には後継となる RPG2 ク、cool、ール v x エースが発売された。 2012年9月27日には RPG2 クール VX バリュー、スクールシリーズ素材集和が発売された。2015年に後継版としてランタイムのインストールが不要な RPG2 クールメガボルトがリリースされた。全体的なインターフェースは RPG2 クール2000に近いものとなっているが、従来の m s ゴシックに代わり u スゴシックが ゲーム画面の書体として採用されている。また、複雑な操作が必要だった機能が、簡単な操作で実現できるようになり、スクール XP では削除された、イベントコマンドの多くが復活した。他に、マップエディター機能が強化されている。全体的にツクール2000への原点回帰に近い。また、前作の RGSS を強化した、RGSS2 を搭載している。ただし、 データベースに登録できる数が2000の頃と比べると大幅に減っている。スクラーに対して制作支援のためのファンサイトキットが公式サイトで配布されている。パッケージデザインははやぶさユうが担当している。RPG ツクールシリーズ初の海外版が発売された RPG ツクール XP に続き2008年2月29日には本作の海外版。 RPG メーカー VX のダウンロード販売が開始された。2008年1月30日にバージョン1.01のアップデータが公開されて以降長らくアップデートは行われていなかったが2011年5月26日にバージョン1.02が公開された。同日に発売されたスクールシリーズ素材集はとセット発売されている VX およびバリュー版の本体では 最初から1.02が適用されている。バリュー版発売までは Windows 7の6 4四ビトスは動作の保証対象外であったが、バリュー版発売と同時に動作保証の対象に含まれた。もともと動作していたので、アップデータの提供は行われなかった。q v x からいくつかの仕様変更、機能追加、初心者向けの制作補助、素材追加等がなされており、 クールウェブで公開中のチビ、キャラツクールもソフトの中に導入されている。また、RGSS が RGSS3 にバージョンアップされている。ベクサと略されることが多い。デフォルトシステムフォントは QVX のユンプラスゴシックから VL ゴシックに変更されている。QVX では Windows 7への導入は動作保証がされていなかったが、 本作では6 4ビット版も含めて正式に対応した。QVX の制作データは基本的には使用することができないが、有志によってコンバートスクリプトが開発されたため、ほとんどの設定項目やイベントは流用可能。グラフィックや音声素材については規格が変更されていないため、そのまま流用可能。インポート可能な形式から MIDI が外されたが、 BGM フォルダに直接ファイルを入れることで使用可能になる。公式の通信販売ストア、エビテンス,ストアを介して購入を行うと数量限定で RPG2 クールスーパーダンテと RPG2 クール2の BGM データを OG 形式と MP3 形式で収録したデータ CD が特典として同梱された。CD 内の BGM データは ゲーム制作の素材として使用可能。本作の RTP は回答前で1 9 4イトと過去最大級の容量を誇るが要因の一つとして BGM がそれまでのシリーズで標準であった MIDI から OG 形式に変更されたことが大きい。2012年3月16日に最初のアップデートである1.01が公開されたが、 不具合がありその日のうちに 1.01A に再度更新された。VX ベキサスともに2013年7月1日からアップデータ VX1.03、ベキサス1.02が公開され、認証システムが変更されてザプバル、ザプバル同様に初回認証のみで済むようになった。また、PC 構成を変更したり PC を買い替えた時に連絡をする必要がなくなり、 そのまま認証できるようになったが新たにメールアドレスの登録が追加、秘密の質問とプロキシサーバーの入力欄はなくなった。上記アップデータは公開したその日のうちに不具合が見つかったため同月の末日まで一度公開が停止され、エディターそのものを新規インストールする形式で再度公開された。VX は6本の作品が収録されている。今回も コンテストパーク等のツクール関係で賞を取ったツクラーが制作したものがある。ベキサスは4本の作品が収録されている。ありがとうございます。